各種特典付きお母様の振袖のお手入れやコーディネート相談も高揚です創業130年着物いこしさあ時刻は、えー、4時50分まもなく51分になろうとしています、えー、ここからはですねゲストの登場ということなんですけれども、えー、まああのー、先ほどオープニングでも言いましたけれどもねグルメワールドカップというのが、えー、まあ現在始まっていまして あのそのパスポートっていうのもありましてね、それを持って、まあ、その加盟しているお店に行って、食べて、感想を、まあ、携帯でことって書くみたいなところがあるんですけど、まあ、その辺ね、詳しくいろいろ話を聞こうと思うんですけれども、トリストリカン、えー、農場さんに来ていただいてるんですが、マイク上がってますかね、えー、っと、前に、花、は、粉、い、っていうのが、はい、それを一番上まで上げちゃってくださいはい。 はいということで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも今回二回目の登場で本当に私これからのねあののあの青色戦車来るのすごく楽しみなんですけどもその前にえー、まあ組合の方からあのこの戦、ね、ワールドのカップの宣伝をしてくれということなんでまあちゃ,ちゃっちゃと済ませてはい、えー、その後に伝えたいと思いますけれどもはいあのー、これ今ね、えー、開催しておりますグルメワールドのカップ、えー、はいっていうのありましてうん、えー、今こちらにねパスポートがおーがありますまああの十年パスポートのね、えー まあ。 イメージをしたこういった冊子がありまして、はい、今回、参加店舗が40店舗あります、うん、で40店舗のお記載されているんですけども、各それぞれいろいろと10%オフだったり、まあ、デザートがついたりとか、いろいろとありまして、うんえー、これが11月の4日まで、はいえー、使えます、うん、でその中で、ですね、あのー、見たお店のところで、ですねハンコを押してもらいまして、ハンコを押すところがこの冊子の一番後ろにあるんですけれども、うん、これをため、スタンプを貯めていただきますと。 10月の20、21と同日ですね、うんえー、青葉シンボ聞ロードで、えー、お披露目会ということでありまして、その中でもさらに参加店舗と、あとまあ雑貨とかもいろいろと踏まえまして、屋台がたくさん出るという中で、うんえー、このガラポンという抽選会ができます。このハンコを押した分だけ えー、くじ引きが引けるんですね、はい、でこれがいろいろと商品も用意しておりまして、えー、おりますんでね、あの皆さん、ぜひとも、この期間中だけじゃなくても、あとはあの10月の、うん、22日土、土日と青葉新聞ロードの方にお集まりいただけたらなと思っております、はいまあ非常にあの楽しみではあります,すよね、あのいろんなお店があるじゃないですか、はい、すあの地図を見させていただいただけでも、街中だけじゃなくて、結構、<え>あの長沼あたりから。 ね、あの、そうです、ね、ニケダとかフルショウとかの方のお店なんかもあったりとか、そうですね。うんうん、まあ今回はまああの地域というかの、まあ飲食店組合が人口委員会としてやっておりますので、はい、結構ひ、うん、あの範囲は広いです。はい。まああの町中限らず、あのね自分の家の近くの方でもこのマップね、あのお店があれば、もうそこへ行っていただいてで,ですね、はい、あの特別の丼ぶりを,、うんえー、をぜひ召し上がっていただきたいと思っております。特別の丼特別の丼です。うん、まああのワールド丼カップっていうだけあってね、やっぱ。はい 他のいわゆる海外の、はいはい、方たちの経営しているお店なんかもあったりとか中華はもちろんなんですけどね、うん、あのバングラディッシュとかあ、まあタイのタイ、タイもありますね、いろいろともう各国う、バラエティに富んだあ、はい、内容になっております、うん、なんかやっぱこういう機会っていう部分で、いろんなお店にこう。 行くく、うん、なんかこう後押しをししをてくれる気はしますすよねそうでいろいろと静岡ではいろいろイベントやっておりますけども、はい、も今回みたいなイベントもそうなんですけども、まあ、あの新しいお店を発見していただいてね、マイ、うんあのー、店舗じゃないですけれども、はい、それを一つでも一つでも増やしていただけたらなというのがまあ狙いでございます、うん、ちなみにあの農場さんのところの鳥カ、まあ、館、こちらの方では、えー、どんぶりどんな感じなんですかね。 いいんですか、宣伝者さんで、はい、ありがとうございます。えっ、ー、とですね、まああの私のあのまあ鶏料理というか焼き鳥丼、焼き鳥丼をね、はいえー、メインでやっておりまして、うん、まあ一応お持ち帰りの方では480円でランチだったら580円なんですけども、うんまあ、今回このパスポートを提示していただければあー50円オフという形でね、はい、あの提供させていただいております。うん、で、まあ他もまあいろいろと。 ま、他のお店さんもね、あのかなりバリエーション飛んでおりますんでね。是非、はい、ともご利用意いただけたらなと思っております。あのパスポートっていうのは、まああのいろんなところで配布されてるんですよね。はい、そうです。まあ、この参加店舗も踏まえてですね、はい、え。あとはまあコンベンション協会とか。まあこの？ 支援していただいているところの事務所、ないし、いろんなところで配っております、まずはこの私の参加店舗のところには必ず冊子が置いてありますので、そちらをまず目指していただいて、このパスポートを入手していただいて、そこから楽しんでいた日本のパスポートのでっかいバージョンみたいなこの10年のね、の十年パスポートのこの赤い冊子ですね、B5 番、英語版かな、の形になっております。はい ぜひぜひあのそちらも行っていただけると、まあ、いろんなお店が残っているので,であの、例えばこの期間が終わっても、あのそれを見て、ここ行きたいなとかう、本当に、あのーうん、いい冊子になってると思います、あのはい、案内版ですね、はい。ということですけれどもね、まあ、あのトリストリカンさん、まああの今日ねのあの、青木選手はもう、番組っていうか、スタジオ、この外にはね、いらっしゃってるんですけれどもす、先ほどちょっとお目にかかったんですけどね、うん、やっぱりもうプロレスラーですね。 プロレスやっぱりね大好きですもん、ね、もう,もうア、アイラブプロ,プロレスですよ、本当に、この後の時間、非常に楽しんでございますそうですよね、皆さんもね、あのよかったらあの何か質問あ,りあったりとか、はい、あのちょっと見に来たいよという方なんか、6時過ぎくらいからね、出演となりますので、はい、はい、覗きに来ていただける方は来ていただければなと思いますし、まあ、あのもうすぐですよね、試合があるということなんでそうなんですよね。はいうん ですね、はい、でここ最近、あ他の団体も踏まえてあの静岡県内でいろいろとプロレスの興行あるみたいなんでね、はい、あのプロレスファンですに、ね、はもうたまんない期間だと思います。 他、えー、団体の方でも、まあ、新,新日さん、新日本プロレスがまあツインメッセであるみたいですし、うん、まあこれから先、ちょっとプロレスブームが来るのではないかという中で、うんえー、ぜひとも静岡県内のです、ね、はい、静岡のプロレスファンの皆さんは、はい、ぜひともこういったノア、うん、あとはあの他,他団体の興、ね、行、うん、とかにも、ぜひともお足を運んでいただきたいなと思ってますいや、本当、でもね、生で見るとね、もう本当にこう、もちろんテレビで見るのも楽しいんですけど、そうです生で見ると、そのなんか雰囲気がすごい伝わってくるというか。うん すすごいです熱気がすごいです応援してる人たちのファンのこの熱気とかも全部こう一緒ごたんになって自分もいつの間にか立ち上がってたりとか結構しちゃうんでね,ね声出してたりとかねしてるんですよね、はい、それが実際見る楽しみでございます、うん、はいということでね、まあ、あのー まずはワールドンカップの方もありますし、はい、まああの静岡はこれからね、あのイベントがたくさんありますのですそのあたりも皆さん一緒にこう盛り上がって、はい、楽しんでいただければなと思いますのでね、はい、ぜひともよろしくお願いいたしますはいということで、えー、話題はねグルメワールドンカップについて、えー、トリストリカの農場さんにおかお話を伺いましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございます。テレシズーズ新ドラマゴーイングマイホーム 安倍寛さん、山口智子さん宮崎あおいさん西田敏行さんなど